皆さん、こんにちは。生きてるです。안녕하세요。生きてる입니다。とりあえず、皆さんに心配をかけて申し訳ありません。申し訳ありませんでした。いろんな DM やメールと LINE といろんなコメントなどたくさんいただいたんですけれども、皆さんに心配をかけて本当に申し訳ありません。でも皆さんのおかげさまで僕は相変わらず元気で楽しく過ごしております。家でずっとゴロゴロしながら引きこもりで家の韓国でずっと行ってたんです。ご飯をたくさん食べたり、ドラマをいっぱい見たり、と漫画いっぱい読んだり、アニメたくさん見たり、それで過ごしてたんです。いろんなネタがないから動画を載せることとか、ネタの都合でやらないとか、そういうことはないです。皆さんもご存知通りに、僕のチャンネルではすごくめちゃくちゃで足りないところが多いんですけれども、どんなネタでも皆さんに楽しく作って放送してる、そういうものなんですけれども、正直にコロナの今回の状況で僕もすごく落ち込んでたんです。やっぱりいろんな生活の難しいこと、僕も仕事が全部休みになってて生活が難しくなりました。皆さんも多分みんな同じだと思います。もっとたくさん大変な方がいると思います。外出ができない、旅行もできない、とグルメもできない、いろんな外出かけるのができない状況で結構辛かったんです。家では皆さんにもいつも言った通りに、もっとストレスをたまらないように楽しいことやろうかと思って、僕もちょっと頑張ったんですけれども、やっぱり僕も人間なのでちょっと飽きちゃいますね。今まではこんな休み時間があったら家でいろんな準備をしてたんです。いろんな片付けとか、いろんな考えのこととか、いろんな書類とか、いろんなすることをもっと楽しみで、すごくたくさん準備するものなんですけれども、僕もやっぱりこんな状況がいつ終わるか、いつまで続くのか、それが本当に怖かったです。多分皆さんもみんな同じだと思います。韓国からも電話があったり、いろんなメールが来たり、そうしてたんですけれども、僕の近い友達では韓国でいろんなイベント、会社、プロモーションと、お祭り、国のお祭りとか、いろんな企画会社をやってる友達がいるし、そこの系で働いてる後輩や友達がたくさんいるんですけれども、すごく大変で、今本当に辛いだと言ってるその友達からメールが結構来ました。料理をやってる、その飲食業とか、いろんなサービス業とか、いろんなその韓国にいる友達からも結構辛くて辛くてメールがたくさん来ました。韓国も今は日本とあんまり変わらない状況なんですね。韓国がニュースでは少し落ち着いたと伝えてて、今クラブでまたちょっと再発生したと、そのニュースが流れてきてるんですけれども、
クラブで働いてる友達がいるんですけれども、その友達からも連絡が来てて、すっごく大変だと、生活が難しいと、仕事が全然できないと、そう言いました。そんな変わらないですね、日本と。これが国としてとかは全然問題じゃないですね。このウイルスのことに対しては、僕も人生で初めてで、すっごくショックだったんです、正直に。他のことやいろんな問題ができたら、それを解決しようかと思って頑張るんですけれども、やっぱりこれは何もできなくて、結構つらかったんですね。それで動画をたくさん載せて、いろんなことをやったらいいんじゃないのっていうこともあったんですけれども、僕は僕の視聴者と、いろんな新しい視聴者と、その方とはもっと僕が楽しい気持ちを皆さんに見せて、もっと楽しませる、そういうことが僕は好きなんです。それで僕も結構辛くて、それでちょっと休みました。でもその時期にいろいろ振り返って考えてたんですけれども、僕の心をよく見ました。日本の生活とか、と僕のこれからの道とか、家族のこと、友達のこと、と僕の周りのいろんな人のこと、YouTube、 うちのチャンネルのこと、いろんなことを、なんでやったか、とどうやってやったらいいのか、いろんなことをたくさん考えてみました。もちろんいろんなことがあって、ストレスやと心配することはあると思ってるんですけれども、僕はもっと詳しく見てて、本当に幸せじゃないかなと思いました。幸せなことがたくさん多くて、皆さんに本当に感謝する気持ちがとても多いです。このコロナの状況が今関西、いろんな日本の全国、他の県では解除されてるんですけれども、今日今朝7時なんですけど、今日が東京が緊急事態宣言が解除になるかどうかはわからないんですけれども、今日その発表する日なんですね。もちろん今日解除にならなくても、多分そんな遠くはないと思います。それで僕も今、僕の仕事場にいて、ちょっと掃除をしてて、ゴミを捨てようかと思って、今朝早めに起きて、今出かける前に皆さんにちょっと挨拶しようかと思って放送してます。髪も結構伸びちゃったんですね。髪も結構伸びちゃったし、と顔もパン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 ブタになってて、本当に恥ずかしいです。髪も切りたいんですけど、ちょっと休みとか外出とかがょっと難しいところで、いろんなことをやっぱりずっと我慢してたと思います。皆さんも多分みんなもっとそう我慢してる方多いし、同じだと思いますね。僕もいつも、もう
먹방이냐 食べるそういうグルメとかやってるんですけれども、正直に僕はその以後はあんまり食べてないですね。運動とかもその以後もやってるし、それで僕もそれやらなかったら結構太っちゃうんですよ。太っちゃうんですけれども、今回の休みでは、と運動もしたくない、と何もしたくない、そういう気持ちになってたんですね。でも今日からももちろんダイエットと運動とかもたくさんします。そろそろこんな状況が終わると思っているので、皆さんも諦めず、みんなたくさん頑張りましょう。この状況が終わったら、もっと楽しいグルメ、楽しい旅、といろんな文化、と、そういう姿を皆さんに見せるつもりなので、韓国語の勉強も、もっとたくさん勉強できるように、皆さんに放送します。もっとよろしくお願いします。